今やってるイベントとかありますからね。カンタベリーストリートっていうイベントやってるんですけど、まあこれちょっとね、初っ端からちょっとすごいんですよね。まあ、このこの既視感のある画面なんですけどもね、まあなんとは言わないですけど、僕めちゃくちゃこの画面に見覚えあるんですよね。ボス選択画面ね、なんか馴染みありますよねこれね。まあなんかこのゲームねパロディ多いんですよね。そうで、ちょっとストーリーもちょっと見てみようかな。お、あ、やばいやばいやばい、あ、やばいやばいやばい、おい。これダメだろ。初めて見たわ今これ。モロ X じゃねえかよ。あの学園ラブコメにありがちな、それぞれの部活動の部長みたいなのがいて、その部活動の部長たちを倒さないといけないんですよね今回は。お、例の転校生か、何の用だ。インベーダークリスタルについて、なんかインベーダークリスタルっていうのがあるんですけど、これこのクリスタルが今生徒たちの間でなんか出回ってて、このクリスタルを手に入れるとなんかもうそれがないともうやってられないみたいな感じになるらしくて、で生徒会はそのインベーダークリスタルを実は裏でなんか、まあ、管理してるんじゃないかっていう噂が、黒い噂があるんで今生徒会に潜入しようみたいなストーリーのはずなんですけど、しないすら持たず勝負を挑むとはこの回を愚弄しているのか。俺は弓で行くよ。俺の剣を受け止められるような武器を用意して出直すんだな。は？まさか君長期会？学園一の剣士であるカイさんと勝負するなんて。見たところしないすら持っていないようだね。これをどうぞ。あ、しない持つんや。勝負じゃん。お、え？あ、うっそーん。その程度の剣でマリナ様に挑むつもりか。お、うるせえ、俺はレベル50の SSR だぞ。相手にする価値もない、失せろ。いや、もうこれでこれで一発だけどね。あ、待て待て、おい、逆さまと思ってお前。人を生かす方な、おい、頭を叩けば脳に深刻なダメージを与えることができるでしょう。おい、よくねえよ。逆さまとね、てれれてれれてれてれてれれ、お、互角やるじゃないか。いや、てか、しないと酒場、あ、魚、逆さま党はさ、何も文句言わないんだ、この人。決着はこの奥です、今日ではないか。待っているぞ。なんか、さっきパロディ多いって言ったじゃないですか。なんか、このイベントシナリオは特にパロディ多い気がしますね。いや、普段からこんなにパロディ連発しているわけではないんですけど、特にこのシナリオは多い気がします。転校生、ウェルカム、ウェルカム。アロハ。面白い回だと美味しい寿司を楽しんだ。え？ウェルカム、ウェルカム。どうも。アツオンビーグッドで、まるでネイティブみたいなアツオンだよ。舐めてんのかこいつ。なぜこの学園にいらっしゃったので？ある男に会いに来た。おお、そうですか。この学園に友達がいるんですね。友達なら一度も会ったことがない。一度も？その名前をお伺いしても、え？なんだこの会話。なんやこの会話。でででで、ってれーでってってー。あ、空気変わった、空気変わった、怖い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 。これ多分だけど、彼の作る美味しい寿司が食べたいでしょ。あ、違った、間違えた。一体日本刀何に使うんですか。切りたいネズミがいるから。あっとり半蔵ソードが必要だとは相当嫌い。大物です。刀を作るには時間かかる、その間に稽古をするがいい。 どういうことこれ。1分後、早いな。28年前、もう二度と作らないと神仏に誓ったことは私は破り。うぬぼれな、これは私の最高傑作。これあれだろ、赤い周作だっけ、なんだっけ、あの。あっとり暗蔵騒動。逆さま塔を作った人でしょ。価値のつけようがない技物。しつくさにすれば250ドル。金髪の戦士を行きなさい。2万5000円で買えるんや。転校生。偽物目的は何かは知らないが。この学園はマリア様の鉄の掟のもとで、それなりの平和を維持している。その平和を脅かす者は、俺の磨くだけしろと止めてみせる。勝負だ。俺の名はカイ・ジョン・ボルト。マリア様の剣なり。はい。あ、モテポ。この学園は、モテポっていうのがあって、あの、相手を倒すと、モテポイントを全部奪えるんですよ。マリア様を持っているのは俺一人だけではない。ロティが何を企んでいようが、他の四天王たちが。大変よ、あなたと一緒に来たお友達が。
視聴者の皆さん、どうもこんにちは。今日も気合い入れて楽しくいっちゃいましょうか。ん、後ろ後ろってどういう、ほんと小ネタしかねえなこれ。あきれるぜ、お前らボールもまともに蹴れないのかよ。俺がお手本見せてやるぜ。なんだよ、思ったよりもすごい攻撃。今視点のどうこう言ってる場合じゃないのよ。とりあえず科学部に行ってみて。なんか急展開だな。え？ボス変わったんだけど。面白い。視点の何だったんだよあいつら。2点の死んだぞ。何もしてないのに似てんの死んだ。いやこれおもろいな、味方がボスになるという。